岡田達也さんに来ていただきました。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはですね、達也さん、はい、視聴者の皆様に、はい、自己紹介を簡単にしていただいてよろしいですか。はい、はい、岡田達也です。1992年にキャラメルボックスに入団しました。昨年、2008年度は君がいた時間、僕の行く時間という作品と、あと水平線のある歩き方というハーフタイムシアターのこの2本に出演させていただきました。はい、ありがとうございます。はい、さあさあ、そんな達也さんなんですけども、はい、今回も、ハーフタイムシアターのですね、全ての風景の中にあなたがいますという作品にご出演されるわけなんですけれども、はい、はい、これが梶尾慎二さんの原作小説ですよね。はい、明日の思い出という作品を舞台化したものです。はい、どうですか達也さん、今回のお芝居が始まる前とかも梶尾さんの作品はいくつかお読みになったこと。キャラメルボックスでクロノスシリーズを舞台化させていただいているので、そのあたりは一応読みました。はい、なるほど。今回のその原作とかももう読まれましたか。読みました。どうですか、読んでみて。やっぱりこうキャラメルボックスでやるって思いながらこう原作を読んでみると。そうですね、やっぱり梶尾先生の書かれる本っていうのは、成井さんの世界観に非常にこう近しい印象が僕はあるんですね。はい、だからやっぱり今もうキャラメルボックスがクロノスシリーズを全部で4本やったかな、 3本かな、 1,2,3、 いや4本ですね、はい、4本やって、もうその土台もあるわけですし、はい、梶尾先生の本を今舞台でやるなら日本でも絶対キャラメルボックスだろうっていう気は僕もあるので、はい、読んだ時にもうこれはうちでやって間違いないなっていう印象は受けました。なるほど。じゃあ達也さん、今回のですね、はい、全ての風景の中にあなたがいますで、達也さんが演じられる役についてちょっと教えていただきます。はい、役名は滝水光一という広告デザイナーの、まあこの物語の主人公をやります。はい、はい、でも、まあ、これ以上言っちゃうとちょっとネタバレになってしまうかなっていう気がするので、まあ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 このくらいでということで、はい、私ずっと舞台の上にいますということだけ言ってもらう。なるほど、ありがとうございます。どうですか、どんな感じのお芝居になりそうかなみたいなのでもいいんですけど、テイストとしては、はい、水平線の歩き方というお芝居に構造としては近しいものがあるかなという感じです。どうですか、雰囲気としてはこうその水平線の時みたいに、例えばこう静かなと言ったらちょっとおかしいんですけど、駆け抜けていくような感じではないです。はい、はい、違います。その通りです。もう水平線の作り方の時のように、割と昔ハーフタイムシャッターってこうスピード感とかで持っていく部分があったんですけども、はい、そうじゃなくて割とじっくり見せるお芝居ですね。なるほど、はい、そんなお芝居の中で、達也さんが例えば今回の役で、はい、こうチャレンジしたいこととか、こうできたらいいなみたいなこととか、あるいはこうなっていくだろうなでもいいんですけど、うん、はい、何かあったりしますか。久しぶりに細見大輔といううちの俳優と、はい、まあ、がっぷり四つでやるわけですよ。はい、何年ぶりかなんですね。もう遡るともう5年以上こう舞台の上でこうがっちりやってはないので、今稽古やっててすごく楽しいんですよ、一緒にやってて。なるほど。 とても楽しいんです。はい、だからそれが僕が今稽古してて楽しいので、ぜひなんかお客さんに伝わるといいなという感じは、はい、しておりますが、はい、まあ、お互い今回無理して、はい、若者たちよりも動いて叫んでってやってます。無理して、へえ、見て、なんかそういう負荷を今かけてみてます。あ、それは何か新しいものを二人でこう、いや、というよりは、まあ、なんかちょっともうおじさんたちでも頑張れるんだぞみたいなところをちょっと見せていこうじゃないかみたいな。あ、なるほど。飛ばしてます。それはまたちょっと楽しそうですね。もう反則ばっかりですけどね。はい、ぜひ楽しみにしてます、本番も。では達也さん、そろそろ最後のお時間になってきたんですけれども、はい、今回の全ての風景の中にあなたがいますの、見どころをですね、一言簡単に教えていただいていいですか。はい、キャラメルボックスの、まあ、ちょっと臭い話ではありますけども、永遠のテーマであります、はい、人が人を思う気持ち、人が人を思う気持ち、はい、というのが、非常に色濃く書かれている作品だと思いますので、はい、はい、そこを
皆さんに見ていただけたらいいかなとは思ってます。なるほど、はい、ありがとうございます。では達也さん、最後にですね、はい、視聴者の皆様にメッセージを一言お願いしていいですか。はい、はい、まあ泣いても笑っても60分でこのお話終わりますので、会社帰りとかこうフラッと、まあ行ってもいいかな、今日新宿で飲もうかな歌舞伎町最近行ってないなっていう方はぜひフェイスに足を運んでくださると大変嬉しいです、ので劇場で待ちてます。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。はい、というわけで岡田達也さんでした。